元スピードスケート韓国代表のイサンファが韓国で活動する日本人アーティストのカングナムと結婚することが分かった。双方の所属事務所は29日、カングナムとイサンファは来る10月12日、ソウル某所のホテルで結婚式を挙げると発表。事務所側は、カングナム、イサンファさんは互いへの愛と信頼をもとに、 結婚という愛の実を結ぶことになった都市、新たな出発を控えているカングナム、イサンファさんの未来に温かい祝福をお願いする。さらにいい姿で依頼ら,られるよう努力すると伝えた。カングナムとイサンファは2018年、SBS バラエティ番組、ジャングルの法則インラストインド用に出演後、恋人関係に発展。 今年3月に熱愛を認め、芸能界の公式カップルとなった。去る12日、カングナムの韓国帰化のニュースが報じられ際、2人の結婚説が浮上していた。